イエイイエイ、ピースピースペース、ピース。皆さんこんにちは、こんばんはですね。こんばんは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 ですね。ピースピース。ああ、めっちゃ音出てる。イエイイエイ、ピース。ということで、こんばんは。僕たちがトラビッシュパティ。トラビッシュパティ。初めてだ。初めてだからね。反応できる。1.8 万。ありがとうございます。よくありがとうございます。ちょうどね、さっきまで、あのオンラインイベントをやっていまして、やらさせていただいて、はい、やらせていただきます、はい、楽しかったね、それも楽しかったですよ、はい、そのままそのままだよね、そのまま戻ってきてすぐね、うん、すぐ。こんばんは。ライブですよ。こんばんは。こんばんみ。みんなもうお家かな。お家かな。ご飯食べ終わったかな、みんな。ご飯の時間帯ですんで、うん、今日はね、ちょっとね、あのまあそのオンラインイベントでね、ちょっと発表させていただいたじゃないですか、うん、ね、ちょっとそれを改めてちょっとインスタライブで発表しようかなっていう、はい、はい、もう発表しちゃっていいのか。おいや、もう賛成、賛成、発表しちゃっていいですか。賛成。あ、こっちだ。え、違う。あ、なるほどね。まず、僕たちどうする。やっぱ言う、もう、え、ちょっとやめて。どうもうちょい、なんかもうちょい待って、心の準備だけさせてよ。はい、できた。早い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 。心はできた。短いですね。準備の仕方、はいはいはい。まだ心の準備が、いやいやいや、それは待って、俺も俺も準備した。マジでできた。できた、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 できてる、みんな、できた、できた、大丈夫、できてる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 、はい。聞いてない、聞いてない、聞いてない。マジでできてる。僕、はい、ちょっと待って、来てますね。お願いします、じゃあ。ちょっと、今回僕たち、はい、ツアーが決定いたしました。ありがとうございます。念願の、念願のね、ツアーが、皆さんとこう直接会えるというね、うんうん、で、そのちょっと詳細なんですけど、はい、まずタイトルが、はい、トラビスジャパンデビューコンサート2023。ザ・ショー、ただいま、おかえり。おーい、タイトルだね。いいね。タイトルからワクワクするね。ワクワクするね。超いいね。デビューコンサート、デビューコンサート、みんなで考えた名前でございます。はい、ました。で、5箇所回るんですけど、はい、予想していいですか。お、はい、どうぞ。予想していいですか。どうぞどうぞ。1箇所目、インスタグラム。2箇所目、はい、TikTok。 はい、3箇所目、ツイッター、はい、4箇所目、Facebook、はい、5箇所目、全国ツアーです。どれでしょうか。ちょっと分かんない、難しい。選択式でしょ。選択式でしょ。選択式がまだまだ行ってないから。場所、場所だよね。そうだって、まだだってデビューコンサートとしか行ってないから。そうだね。あ、確かに確かに。そう、その地方を聞いてないでしょ。そう、地方を言うのかと思ったの。うん、その一箇所目場所のね。そう、そしたら SNS 出てきたから。分かった、ありえる。デジタルだから。あ、そうだね。アメリカの時はずっとライブといえば俺らインスタライブだったわけ。まあね、そうそうそう、そうですよ。なるほど。僕コンサートですか。あ、なるほど。皆さんと会えるっていう、ちょっと場所をまずね、愛知。愛知、愛知、日本外資スポーツプラザ外商で。はい、外商、はい、愛知。これ1月ですね。1月28、29。うん、愛知てるよ。おっ、それコンサート言ってない。言ってない。え、約束はできない。してくんないんだ。そうですね。ジャストダンス iTunes で言ってた。あー、うまいですね。うまいですね。うまいですね。取られた。取られた。お前絶対言えない。お前そんな人と思いついてない。嘘だよ。締めはそんなないから。そんなぐらい、そんな嘘したくない。次、続いて福岡ですね。福岡、ラインメッセ福岡、栄冠。栄冠、栄冠、栄冠。まあ、2月2日3日ですね。おお、2日間と。おお、いいですね。2日3日。で、続いて新潟。さあ、読めるかな。あ、ときメッセ、はい、新潟コンベションセンター。何日ですか。こちらは2月18日と19日です。やべえ、ここ2日間。そしてそして、時を忘れて楽しもうぜ。おっ、来ましたね。これいいんじゃないちゃんさ。おお、ときめき取られた。だから締め、締めはこれぐらいしかないから。続いて、なんと大阪。大阪、大阪、こちらは大阪城ホールです。ええ、初めてじゃん。
ね、全部初めてか。え、ホールはね、大阪は。でももともとあのエンターで、エンターでね、セブンっていうライブ終わりますか。もちろん当たり前じゃない。こちらはですね、2月24、25、26、3日間ですね。3日間、3 days。 たぶん、小焼き食い放題やん。うわ、小焼き食い放題ですよ。ですよね、うん、楽しみなの、ね、自分たちで作れるかもしれないしね。だからさ、こういろいろ回るからさ、ご当地のこっち食べ物とかそうだね、楽しめちゃう。いろいろね、あの、横やん。いや、出ない考えたら大阪、大阪で、いや、ジョーコールとか大阪で、ね、大阪だからジョー君来てくれんじゃない。うわジョーコール、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 ジョーコール来てください。その日だけジョーの感じ書いておきます。ブン、こっちもね。で、最後ですよ、神奈川。お、ピアーリーナ。ええ。松松？松松。ピアーリーナ松松。ピアーリーナ松松。3月9日、10日、11日、12日と4日間ですね。ええ。ひとみを。だね。ああ、3月9日か。ああ、さっきから。いいか。ちょっと。来ます来ます来ます。忘れて。忘れて。まああのピアリーナはね、あのエンターセブンのところでね、あのこうやるはずだったんですけど、ね、ちょっとね、あのできなかったんで、うん、なんと初ということで、リベンジ、楽しみ、リベンジですね。うん、いやー、どうですか、楽しみ、楽しみだよね。どんなライブになるのか。そうだね、僕らもまだ、まだでもあの打ち合わせはまだ始まってないよね。なるほど、またこれからなんで、ね、これからなんで、ちょっとぜひね、楽しみにしていただきたいです。最高のツアーだね。でもさ、ライブってことはさ、なんかモテるものとかあるのかな、なんか。あ、お、え、どうだよ、どういう、どうやって、どうですかね、どうやって、どうやってモテるものとか、あ、こういうやつ、そう、こういうやつとか出しちゃうのかな、わかんないけどさ、わかんないけど、ね、それはそうそう、これハンドルとかね。もしかしたら、まあ、デビューさせていただいたじゃないですか、ね、だからグッズとかもね、ちょっとこう前回のコンサートよりちょっと増えたりとか。えぇ、ー、わかんないけど、わかんないけどね、わかんないけどね、大体にしもあらずだね。かける、え、かける、え、ちょっとかける、命かけない。もう重いな、久々に聞いた、命かける、わかんないけどね。でもね、そうしていきたいよね。いや、本当にね、いろんなの、やっぱりね、ライブの醍醐味でもありますからね。そうだね、楽しみだ。そういうのもちょっとね、楽しみ、楽しみにしたいなと思いますけど、なんでしょう。じゃあちょっとコメントを読んでいきますか。はい、うんうんうん、ワクワクってきてるね。いや、ワクワクね。いや、僕たちもね、ワクワクしますよ。命かけるって、やめた方がいいって。セットリ気になる。なんでしょう、俺も気になる。ね、どうしようかね。楽しみだな、打ち合わせも。楽しみだよ、まだ何もね、決まってないから、まあちょっと楽しみであるし。ってこと、白マイク。白マイクだね。白マイク、どういうことですか。白マイク、白マイク、白マイク、あ、マイクが白とかってことだね、わかんない。もしかしたら、あ、シメがこうやってやったのが白マイク。ああ、どういうこと。違うか、こうやって持つものって言ったら白マイクじゃないっていう。この人にさ、聞けないの。聞けないのね。どういう、どういう、どういう、そんなピンポイントにコメント掘らないからね。とかね、賛成一緒にできる。うーん、わー、どうだろうね、できるじゃない。気になるね。追い出し OK だから楽しみ。就活放り出して会いに行け。いや、ダメだよ、ダメだよ、それは。いや、なしだよ、じゃあ、なしだよ。お金を稼ごう、お金を稼ごう、すごいな。自分を守ろう、頑張ってください。いや、嬉しいですね。ダンスイズミをやってる。そうなんだよね。ダンスイズミ。ダンスイズミっていつやらそう。ダンスイズミ5年前からね、セトリの隅で座ってるから。そうだね。ずっと10年としてるからね。ずっと10年としてるから。そうそうそう。いやー、考えてみよう。白マイクと言ったら、キスマイ兄さんなんだって。そうね。パフォーマンスしてた、エムステとかでも。白マイク。スノーもやってたね。あ、やってたね。かっこいいね。黄金パンツマンのぬいぐるみ。え、グッズね、グッズ、デビューコンからデビューなり黄金タイツマンのデビュー。それで売れなかった時悲しくなるぞ。めっちゃ売れたら、え、めっちゃ売れたらそれはもう第2弾だ。いや、売れるかもよ。俺だって欲しいもん。ちょっと欲しい、ご利益ありそうじゃん。マジ、なんかご利益ありそうだね。ちょっと頼もうか、どう。あ、首かしげて、そこ一生なさそうだわ。絶対に見つけさせよう、あいつ。イヤモに新調する。ああ、でも、ああ、なんか新調したいよね。したい気持ちはあるね。楽しみだね、それね。したいよね、せっかくだからさ。それぞれデザインとか。楽しみことだらけじゃん。
ね、本当よ。ティジェってどうなの？ティジェ。ティジェ。あ、ティジェ？僕たちの。アイランティビティジェ？あ、違う、それ。僕たちのティジェでしょ？ティジェってどうなの？ティジェはみんなの心にいるさ。なんかかっこいい。どこも行かないさ。あれ、ずっといるってこと？うん、現代の中にもいる。まあ、みんなも心の中にいるさ。みんなも心の中にさ。あれ、何それ？サウが。ホビーサウ。いいね。グッズのこといっぱいあるね。なんか書いてありますね。楽しみにしてほしいね。いや、ほんと楽しみ。でも直接さ、やっぱり会えるわけじゃん。うん、やっとだよね、ほんとに。とりあえず、結構かなり待ちましたからね。そうだよね。皆さんも。みんなを待ってく。うん、待ってくれたからね。やっとお会いできるっていう。ほんとに、ね、お待たせしましたってね。うん、うん。お待たせしましたって、こう、お客さんに言って。皆さん、お待たせしました。そうね。はい、やっと会えますイエーイ。やっとね。いや、シネ、最近やっぱ腕上げたよね。やっぱね。しかも今ここ叩いてるこっちだからね、だから腕上げてるわ。嬉しいよ。いやー、コール&レスポンスね、楽しみだね。楽しみだ、ありたい ね。まあ、声もね、うん、ちょっと出せるかもしれないけど、制限あるかもしれないけど、出せるようにこうなってきたから、うん、ちょっとなんかそういうのも楽しみですね。グッズ開発されてるだって、ぜひよろしくお願いします、うん、お願いします。チャカちゃん、ティジェのモノマネしてた。え、そんなモノマネあったっけ。いやです。何でしたとか言って。でもね、ティジェって何なのって人もいるかもしれないからね。うん、ティジェっていうのはね、僕たちがね、生み出したキャラクターなんですよ。うん、そうだね。紫のステッキだったり、ハットかぶってるキャラクターがいてですね、みんなに愛されてるキャラクターなので、ぜひ調べてみてください。チェックチェック。ティジェの紹介を。どうするティジェが今ツイッターのトレンドとか入れる。ティジェ紹介。何みたいな。ティジェって何だろう。ティジェをね、まあ、皆さんも愛してあげる。まあ、トラビスジャパンも TJ も愛してくださいね。クククククすげえ。舐めてる舐めてる。女性たちが俺もやっぱ今見てくれてる人の中でさ、ファンクラブ入ってくれてる人ってどのぐらいいるんだろうね。お、確かにライブってファンクラブでね、チケットの方やったり申し込みとかね、優先的にやったりする。これはもう優先になった方が絶対いいよね。まあそうだね、まあ可能性は上がるよね。まあね、そうね。しかもなんか11月のなんかもうちょっと先までその早期入会特典みたいなのあるらしいから。ああ、そうね。もうすぐ11月も終わっちゃいますしね。だから絶対入った方がいいよ。今だね。今チャンス。まあ来やすいですからね、ライブ。今です、今です。入った方が。まあ無理にとはね、言いませんけど。うん、そうですね。それにしないとか、そうだね。うちの兄も入っております。え、お、彼も。はい、入っております。お兄ちゃん入ってる。はい、僕の目の前で入ってました。マジ、はい、いいね。嬉しい。なんか言われた、なんか言われた、入って、うん、なんか金返せって言われた。金返せって。マジかよ。なんかいいね。シンプルに嬉しいな。入ったよ、入ったよ。嬉しいよ、入ってるよ。ありがとう、嬉しいよ。ありがとう、 PYPY。 ありがとうね。嬉しいね、本当に。デビュー日にすぐ入ったよ。お、嬉しい嬉しい。わー、自然優しい。何がだよ、何の話よ。クラブあったっけ。優しい。えっとね、解説、ん、解説してたら、は、ん、受付してたのか。受付してたね。受付してて、やってくれてたね。早いさ、番号だよね、あれね。番号、そうだね。会員番号とか、なんか早い順にさ、来たりする。みんなも入ってるのって、楽しみ。初日にすぐ会いました。ありがとうございます。ありがとうございます。北海道もね、行きたいよね。行きたいね。僕の気持ちが違う。でっかいとこから。北海道で行きたい。うまくな。しかも全然パワーかけてる。しかもパンツ破れてるし。言うなよ。隠してるの。ね、さっきね。よかったね、さっき。立つ側で。いや、本当だ。だからそうだ。よく座ってくれた。おじさんみたいな。さっきのイベントでね、パフォーマンス中に。まあでもね、期待も膨らむしね、期待はもう心も広い。でっかいとか。どうやって？いいよ。続けて。ズバッ。兄に見に来てくれるかな。ああ。でもさ、この前お会いしたよね。お会いした。お会いした。ノエさんがお仕事で、ホユーさんが。そう、ホユー兄さんのライブで来たね。2人も見に行こう。そうなの。一緒に、うわ、一緒に見た。行ってよ。行ってやって言って。それだったら仕事だった。今知った。2人も見たんだ。そうそうそう。ちゃんとね、会話できたもんね。うん、久々に会えたから。人ですか。いや、そういうことです。そう、できません。時間として、時間として久々に会えたから。ワンちゃんって名前。え、
したの？メンバーの母親世代ですが、ファンです。嬉しいね。いや、わかんないじゃん、メンバーの母親が何歳ぐらいかなんて。それぞれか。すごいマジレス。まあ、嬉しいよね。こうやって応援してもらえるのは本当に嬉しい。ありがとう、ありがとう。仙台行きたい、牛丼見て。うえ、仙台ね。仙台行きたい、牛丼。いやでも俺らの可能性は無限大だよな。分かってる、分かってる。伊達政宗来るよ、こっち。でもそれさ、いろんな県いっぱいあるから行きたいよね。そうだね、県回りたいね。5カ所だけど、なんかいろいろね、回りたいっていう願望はね、今後もね。また企画で車で帰る。おっ、締めだけ。締め俺だけなの。締めだけ車で。そんなことある。締めだね。俺ら先に帰るだね。そう、締めだね。俺ら自転車で帰る。そしてね、きついな。それだけ回れます。難しい。自転車ヘルメットで帰る時間。ヘルメット日焼け方針になるよ。だらないんだよ。なんでここないんだよ。おもろいわ。あ、ゲンタボイパしてるんだよ。ねえだろ。どこにあったんだよ。長くなってもね、あれですからね。そうですね。今日はご報告という。そうだね。ご報告なんでね。まだ日を改めてちゃんとみんなとね、お話し楽しむイベントごと的なのね。そうだね。100万人切ればよね。そうだね。そうだよ。とにかく後日ね、なんかなんていうの、大掛かりにやりたい。大掛かりっていうの。まあ、100万人記念でやったりとかね。はい。まあ、今回はちょっとアーカイブはないんですけど、はい。まあ、ちょっと、ご報告までに。ご報告までに。あと、詳細はですね、ネットにありますので。お前、余るのかな。ジャニーズ、ネットって何でもあるからね。お前、やばいわ、今。優しくなかった。ネットの情報を読みにしちゃダメだよ。ひどい。ちゃんと裏取るんだよ、裏取り大事だからね。ネットって広いもんね。どうやって調べればいいか分からないんだけど。ジャニーズネット、ジャニーズウェブに掲載されてるの。ファンクラブの方からもね。そうですよ、そうです。ぜひお願いします。じゃあまたすぐですね、100万人のインスタライブ、まあそれをちょっとね、やれたらいいなと思います。この写真切ったら5分後に始めます。早っ早いな。またいつかね、いつかやりましょう。じゃあ、バイバイ。バイバイ。ゲラリ、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 ゲリラ、ゲリラ、ゲリラ、ゲリラで、ゲラリ、ゲラリ、ゲラリ、ゲ今後も今後の話お前今後の話合ってる合ってる合ってる笑うんだよ。またこうさ、急でやりたいってなる時あるじゃん。そうだね、そうだね。その時みんなに会いに行こう。あ、いいね。会おう。ちょっと昔イベント終わり飲んだ飲んだ。まんま来たんだからテンション上がっちゃって。つまみになる話してますね、見てください。あ、そうだよね、そうだね。この話してもめっちゃ楽しみだよね。見ながらみんな一緒に。あ、昼なんですよ。まあ昼なんです。昼なんです。長野と一緒に、小沢赤坂さんと長野くんと一緒に。えー、そうなんですか。興味持った。昼なんですよ。長野くんめちゃめちゃ優しかったよ。いやもう本当に普通に楽しかった。ごっちゃ放送だった。放送俺らみたいな。そうだね。夜もそれではね、大会TV、大会 TV ね、俺やります。やば、楽しみだ。もういっぱいあるんで、またやります。はい、詳しくはネットでチェックよろしくお願いします。じゃあそろそろ、はいはい、楽しい時間でしたけど、縁も竹縄ということで。縁も、はい、縁イズ竹縄、縁イズオールソー竹縄、縁イズオールソー。じゃあそれではまたすぐお会いしましょう。バイ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 。ありがとう。見えねえよ、これ。It's also one of the rules. Bye-bye!